ゆりえのハッピー人生。こんにちは。今日も暑いですね。暑いですね、直子先生。本当に暑いです。灼熱のね、模様ですね。本当にもうこんなになんか、うん、あの夏が突然やってくるとはという。ね、まだ7月の中旬なのにね、うん。そうですね。いつもよりなんか暑いような気がします。うん、いや私もそれちょっと思ってました。ね、うん、またあの九州の方はすごく大雨が。大雨が ね、本当にお見舞い申し上げますけれども、うん、ね。大丈夫でしょうかね。なんかちょっと心配、まあね、こっちは本当に暑くてカラカラでね。本当ですね。うん、いや今日もどうぞよろしくお願いします。いますはい、はい、いや今日はもうなんか、うん、あのゲストがいないということでいい珍しい本当珍しい、ね、本当珍しいです 2人でね、なんかいろいろと、はい、なんか盛り上がってました。盛り上がりますよね、はい、よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします、はい、今日は、うん、あの直子先生から、はい、あのいただいている一つお題として、はい、お題2023年の上半期、うんうん、下半期のね、はい、ことをちょっと生き方というかね、はい、過ごし方についてお話を少ししてくださいということで、はい、ありがとうございます。ちょうど節目でね、6月で、うん、まあ、終わりとか、うん、あの上半期も終わって ね、うん、4月ですから、ぜひとも教えていただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、はい、まず、はい、あのちょっと楽屋でもお話ししたんですけど、今ねちょうど7月の10日、うん、11日ですか、今日ね、今日は11日ですね、11日だと思うんですけど、はい、実は今月の3日、うん、7月の3日に、うん、満月だったんですね、うんうんうん、でこの満月は夏至の6月21日の夏至の光を集めたとか浴びた満月だというふうに言われていて、なのでね、もうお月様見られた方はなんかすごいこうエネルギーのね強い満月だったなっていうの、うん、そう ね、うん、強かった。狼女になりそうでした、ね、なりそうでしたよね本当すごかったんですけど、うん、はい、もう本当に大きなねお月様が、うん、あの東京でもね、うん、見られましたよね。もう近いなっていうようなお月様が出ていて、うんうん、はい、でそこから、うん、あの下半期に入ってるわけなんですね。なるほど、はい。で、それまでって、うんうん、あの私も全然気がつかなくて、うん、この1週間、うん、ようやくあなんか藻が開けたなっていうそうね、うん、開けましたよね、うん、開けました、うん、そう、その渦中にいる時は、うん、あんまり気がつかないんですよね。気がつかないんですよね、もともと陽気だし陽気だしあの悩みはないので。そう、悩みはね、はい、だから本当に気がつかなくて、で、あれなんか最近やっと藻が開けたなっていうのをすごく感じているんですけど、うん、はい、毎月私とかね、うん、直子先生もご一緒に、ランチ会を、はい、あの運気のね上がるランチ会をちょっと開催させていただいてますけど、うん、毎月ホロスコープのお話を、うん、まあ、そうですね、してくださってね、はい、させていただいてて、うん、あのまあ、6月までの間にね、あの1月とか2月は、うん、まあ、これからちょっと流れが変わっていくよっていうところから、うんうん、まあ、特に3月の24日以降、うん、流れが急速に AI に進んで、でこれから、5月の半ばぐらいまでその AI の加速があって、うん、それが終わったら5月の25日以降は、うん、またあの日常に戻って、うんうん、でそこから、自分がこれから先どういうふうに生きていくのかみたいな課題が
出てくるような時代が来ますよと、うんうんうん、でそこから下半期に入っていくよみたいな話をずっとこう毎月してて、で特に4月5月6月は、うん、なんかあのちょっと重たい空気でしたよねみたいなことを、うん、私3ヶ月間お話ししてますよ ね、 そうですね、みんなメモ一生懸命書いてましたからね、もうねやってたと思うんですけど、うんうん、はい、私あの真に藻が開けるのは7月だったんだっていうことに気がつきましたという本当ね、確かに、はい、うん、急に変わったで、うん、この7月の3日の、うんうん、あのまあ、夏至が終わった、夏至っていうのは、はい、実は、日本の四季の中で、うん、春分の日、うん、ね、秋分の 日、そして夏至、冬至と、うん、この4つ の、 あの行動周期の4つの点があるわけなんですけど、うん、まあ、その4つの点から実はこの1年間を見るんですよ、うん、だから次見るときは夏至の後は次秋分の日なので、秋分の日、はい、秋分の日 の、 あの天体図を見て、その4ヶ月を見て、うん、でさらに今度冬至を見て、冬至から春分の日までを見ていくっていう、こういう見方をしていくわけなんですけ ど、うんうん、要は夏至が6月の21日にあったということは、うんうん、太陽が一番高いところにあるわけなんで、うん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 、一番エネルギーが上がってる時なんですね、夏至がね、はい、うんうん、で今年は、うん、あの6月21日って6月21日、ね、覚えてます、直子先生何やってました、何やったかな、6月にちょっと手帳忘れました、ね、そうですよね、6月の21日って、うん、結構ねパワーのある月、あの日だったたんですよ。なるほど ね、 ね、6月21日ね、うん、なんか私もこういろいろ来客があったりとかいろいろしてるんですけど、うんうんうん、この6月21日にこう目まぐるしくでいろんなところで儀式が行われて、うん、あーなるほどね、はい、もう儀式もあって、まあ、夏のね、あのみそぎというか夏のね、うん、もありますしね、夏至には、そうですよね、はい、でこういったみあの夏至があって、でなんと実はですけど、うん、6月のその夏至の日からだいたい次の満月ぐらいまでを夏至というので、うん、あ、なるほどね、その1日だけじゃなくて、うん、じゃないんですよ、期間を言うわけですね、期間を夏至というらしく、はい、ね、うん、古くはですね、古くはね、うん、だからその夏至の期間に、うん、そのいろんな禊をして次の準備をするというのが正しい過ごし方だそうです。なるほどなるほどね、うんうん、でそこからですよ、うん、今度後半に移っていくわけなんですけど、はいはい、まあ、藻が開けたわけですよね、うん、藻が開けた、うん、藻が開けて、うん、今から先、うん、実は、今度12月ですかね、うんうん、ぐらいに、あ、1月の25日、正確には1月の25日に、うんうんうん、冥王星という星座がまたですね、あの戻ってくるんですよね、水瓶座に。あ、なるほど、うん、今どこにいるんですか。今ヤギ座に戻りました、ヤギ座に戻った、うん、だから、うん、地の時代の生産っていうのが行われていて、なるほどなるほど、うん、地の時代のやり方、うん、それから考え方を捨て去りなさいみたいな、うん、そういうことがいっぱい起きてますね。起きてますよね。起きてますね、うん、だから捨て去りなさい、うんうん、でも考え方を大きく変えなきゃダメだよって。そうそうね、変容の時期ね今ね。そうなんですよ。なるほどなるほど、変化じゃ追いつかないと、うん、追いつかない、うん、形をもう本当に全く新しい、うん、さなぎから蝶々になると。なで、どなたかがおっしゃったのが、うんうん、さなぎって、うん、蝶々ってつなぎのお話をされてた方がいたんですけど ね、 一緒にいましたよ ね、 ね、でその蝶々のさなぎの中っていうのは水で、うん、そう、ドロ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 の中のね、水で、そこから綺麗に形成し直して、うん、蝶にあんなに美しくなっていくというふうにおっしゃってましたけど、うん、おっしゃってました。水で溶けるぐらい変えなきゃいけないって、ね、そうですよ ね、 ね、芋虫さんが中で溶けちゃうわけ、ね、溶けちゃうわけですよ。でまた形成し直して、形成し直して美しい、はい、ちょうちょう、私たち今そこにいます。そうよ、私今ドロ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 です。ね、ドロドロにならなくちゃ、そのドロドロになる勇気が必要、勇気が必要。だから今までこうやってきたことを、うん、まあ、口で言うのは簡単ですよね、うん、口で言うのは簡単、全て、うん、いや、もう手放して執着捨てて、うん、新しい形に変えていくのよなんていうのは本当簡単なんですけど、口で言うのは簡単よね。いや、それを変えるたら、いや、もう大変なことでございますよね。大変よ、だってドロドロになるから本当に大変ですよね。でそこからもしそのいろんなみそぎやいろんなことを考えて全く違う自分になるんだと、うんうん、今世変えていくんだということを感じることができた時に、うんうん、AI の登場ですよ。
AI が登場ね、うん、もうね戦わないことですよね。そうだってしょうがない、うん、しょうがないね、この運命の流れ、うん、乗るしかない。そうだから恐れてるんですよ人間は。もう潜在的に、潜在的に恐れてる。そう、あのワクワクしてる方と恐れてる方が二分してるんですよ、うん、実は。ね、だってね、うん、これって例えばファックスが出た時とかね、うん、このスマホが出た時とか、うん、恐れてもすごく嫌がってる人と、うん、どんどんやってた人がいたじゃないですか。いましたね。でもやっぱりどんどんやってた人の方がメリットがありますよね、うん、恐れて恐れてやんないやんないって今結局やってるわけですからね。そうなんですよ、そうなんです、うんうん、でしかもワクワクしてる、ワクワクね。だからあの直子先生のご友人の奥山社長も、うん、はい、ね、あのアンドロイドというか、まあ、自分たちに、ね、ヒューマノイドをされていくということで、うんうんうん、あの一人に一台の、一人に一台の、ね、ヒューマノイドがやってくるって日が来るんだっていうことを提唱してらっしゃいますけど、ね、うんうん、やはりもうそういう時代、そうよ、で、ね、それを聞いて私嬉しくてしょうがないのね、うんうん、家事とかやってもらえるわと思って。いや本当です。でもそれまで嫌がる人もいるよね、人間性が失われるとかね。この間うちの主人が面白いことを言ってました、うん、最近で一番すごい料理を作れる人は誰か知ってるかいっていう話をしてたんですよ。誰かしら、ご自身、ね、うん、誰って言って言ってたら、うん、もう最近はあの AI シェフが出てるからむちゃくちゃ美味しいの作るって言ってましたね。なるほどね、うん、なるほどって、なるほど、 AI シェフ ね、 ね、ちょっと食べてみたいですね。食べてみたいです ね、 ね、でやっぱりこういうそのなんていうんですかね、うん、そういうものを受け入れていく力っていうか、うんうん、なんかもういいわ手放していこうっていうのと、うん、最近文章も書いてくれるじゃないですか、うん、そうなのよ、どうするいや本当そうなんですよ、ね、うんうん、で実は私も結構使っていて、そうなんだ、 だけど実際に自分が力を入れたいなっていうところは使わないんですよ、うん、あ、そうよ、うん、なんかこう説明をしてもらう論文的なものはすごく上手なんですよ、うんうん、そうね、そうね、そうね、だけどコピーライティングとかライティングはやっぱりちょっと違うなって感じていて、うん、人の心をわしづかみにするね、そうなんですよ、うん、そういったところはね、そうなんですよ、まだできないわ AI、うん、ね、だからいつかできるようになると思うんですけど、 でもそれもなんかやっぱり 人の心を感じるものっていうのに温かさを感じたり、それが必要なんだなっていう、うんうんうん、だから最近は社内で新しい試みで、うんうん、うちの商材を、ええ、なんとあの第1週目の田中社長がですね、うんうんうん、作ってくださってるんですけど、うちの商材をですね、彼がシナリオを書いて、コピーライティングして、うんうん、AI が喋るんです、ねえ、すごいでしょ。 AI はどの男の言葉で女の人の言葉、それがね、選べるんですよ。あ、で4種類の声があって、うん、でその声の中で感情的な声とか、怒ってる声とか、落胆してる声とか、そう、そう、歓喜の声とか、その4つの、その同じ、あ、ね、もう彼です、うんうん、この1つの声に声色にそのいろんなこう感情があって、へえ、でさらに、うん、さらにですよ、あの音の音程も少し変えたり、高め低めとか、 あと強調とか、おリズムテンポとか全部作れるんです。すごくない？すごいでしょ。すごい、もうそれを彼が作ってました。そうですか。で私それ見て感動して、うん、あ、こういうものが今社会に、彼はね、うん、もう最先端だと思うんですけど、そうね、彼はね、だから、うんうん、あ、こういうものが作れるんだっていうね、感動も、感動しちゃいますね、うん、だから共存できると強い、そう、共存よ、ね、共存できると強いですね、はい、そうですか。先日私ね、うん、あの自分の気に入った写真を20枚かな、うん、あの送って自分のプロフィールを出してもらったの、全然違ったわ。あら、もうあまりにも美しくて、あ、それがね、全然ね、使えなかったですね。あらあら、そうですか。すごい若い子になっちゃってたし。あ、なるほど、うん、あの、まあ、写真の選択は結構大事ですよね。あ、そうかもしれない、ね、うん、でまあ、自分がすごく気に入ってて、うん、若見えのやつだったとは思うんですけれど、うんうん、まあ、AI が私にごますったのかもしれないね。いや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 、でも確かに、うん、私もそれ結構好きでやるんですけど、ね、うんうん、あの、なんでしょうね、あ、こういう感じで自分がね、うん、新たに
出てくるんだって、ね、アバターでしょ、アバター、アバターよ、ねね、いや楽しいですね、アバター本当楽しいですね、楽しい楽しいけどちょっとね、うん、安いんですよね、あ安かったいやね、うん、なんかね私のは200いくらでした、そうでしょ220円ぐらいで、うん、そうでしたね、10枚か20枚になってくるんですよね、そう30枚来た、でも1個も使えなかった、あらあらそうですか、それはちょっとアプリを選ばないといけないかもしれないですけど、ね、そうアプリがちょっと違ったようですけど ね、いやでも本当私もそれとっても楽しくて、うんねうん、私もゆでん先生のを見て、うん、あこれはいいわと思ったの、うん、そうしたらちょっと私のアプリが違ったって感じでしたけどね、いややっぱりね、うん、ありますよね、だから使い方なんでしょうね、使い方ですね、うん、だからこう、うん、何でも慣れなんでしょうけども、慣れもあります ね、そうそうそう、やっぱりこうやってどんどん自分も慣れていかないとダメだなっていうのを感じました ね、うん、ですよね、その恐れないっていう生き方がこれからすごく大事で、なんかこう自分の仕事を奪われていくんじゃないかとか、なんか自分のやることがなくなるんじゃないかとか、皆さん多分恐れてらっしゃるのがだいたい50代60代ぐらい、そうなのよ、うん、で恐れることないじゃないね、ないあの嫌なところはやってもらって、そう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 、好きなところだけやればいいって思っちゃえば、ねね、思っちゃいますよね、うん、だからそういうのもね、なんかこうあえて自分で、私なんかは実はお掃除ロボットっていうのは置いていなくて、家に、あ、なんであの好きなんですよ掃除かけるの素晴らしいですねなんかあの私の掃除機は、うん、あの赤くランプがつくんですよ、汚れてると、あそう、そうで、そのゴミがこんなに溜まってるんだっていうのを毎日見るのがすごい楽しみなんですけど毎日やってるの、毎日やります、素晴らしいですね、このお忙しいのに、いやいや、もうなんか朝のルーティンみたいになってますけど、うん、そうね、でもやっぱりお掃除はした方がいいですね、そうですよね、お掃除をすることによって心のお掃除もできるから、うん、できますよ ね、だから本当になんかそういうロボットでもできることをあえて自分でするもありだし、うん、なるほどね、嫌いだったらもう任せちゃった方がいいと思うし、そう、うん、そこでは自分の選択ができるわけですからね、そうなんですよ、だから私とかも洗い物が洗剤負けしちゃうので洗い物ができないので、そうなんだ、だからもう絶対どこにいても食洗機は絶対必須なんですけど、そうなんですね、そうなんです、うん、でそういったものもやっぱりこうその人に応じてカスタマイズできる時代に ね、なりましたよね、うちはねあるんだけどね、うん、使い方が分かんない、直子先生素敵そうだよ、そのままになってるんですが、そうですか、そうでもなくてもね、うん、まあ、私はこうなんとなくちゃちゃちゃってやってしまうんで、ね、もう平気なんですもんね、そう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 、うん、だから多分その人に合わせたカスタマイズがすごくできるかなっていうのが今の時代かなって、ね、うんうん、だから取り入れるものは取り入れたらいいし、そう、もう恐れて嫌だなと思うものは手放していけばいいし、いけばいいし、だから選択ですよね、うん、選択のね、うん、何によって変わってくるということよ ね、この時代が面白さかなと、面白いですよ、昔はなんかねやんなきゃなんないことがこう押し寄せてきて、うん、それをこう やってたって感じだけど、今はあこれはじゃあこのぐらいで、うん、あのこっちに任せようとかね、選択もできるってことですからね、できますよね、でやっぱりその逆に20代30代前半の方々は、うんうんうん、あの逆に言うともうスキルが、うん、学べなくなってきてると思うんですよ、ああなるほどね、うん、残念ながら全て YouTube で完結してしまうし、修行ができない、できない、習得できないんですよね、だから師弟関係ね、そう師弟関係が好きなんですよ、師弟関係、あわかりますお師匠さんいた方がいい、お師匠さんがいてその人に、私たちもそうですね、もう一生懸命指示して、うん、一生懸命技を磨くっていうのが好きなのよ、そうですね、もう私たちの各々ね、師匠 も、お師匠さんも、ね、もう素晴らしいですよね、そうそう、でやっぱお師匠様ってこちら の、うん、その成長過程によって言ってくれることが違うでしょ、確かに違いますね、うん、だからこう人によってね、うん、あのアドバイスが違うというか、そう、私はもう本当におのおの勉強させてもらうときは歴史すごい多いです、うんうん、すごいですよね歴史ばっかり、そうですか、私はあんまり歴史の話はしないんですよ、芸術ですか、芸術先生は歌い方とかねそうそうそう、声の発声とかなんでしょう、そっちになるんだよ ね、 きっとね、だからやっぱりそういうこう人に合わせて ね、うん、ねできるそのスキルっていうのも素晴らしいと思いますけども、うん、でもそうね、 AI とかになってしまうとそういうわけにもいかないっていう感じですかね、いかない、だから昨日、うん、だから一昨日かな、うん、にあのちょうど小野先生の舞台があって、うんうん、あ、はい、伺ったんですけど、
でも本当に先生のもうすごかったんですが、ね、うん、感動もう感極まる感動、素晴らしい、そう感動できるゆでい先生すごいですありがとうございます。なかなかね、あの難しいからねね、寝るものですから寝てもいいと思うんですけど、ね、あと分かんなかったっていう感想もあるけど、うん、そこ号泣するっていうのはすごい、もう涙が止まらなくて感動、うん、感極まったんですけど、うん、その後に野村万作さんが出てきたんですよ、ね、これもまたすごいですし、素晴らしいお狂言ね、そうなんですよ、うん、やはり能と狂言は必ずセットでね、あの舞台がありますから、ね、でその中で野村万作さんって人間国宝じゃないですか、そうそうそう、でもかなりのお年ですよね、もうお年でしょ、ね、うん、だけど結局マイクとかないわけですから、そうよ、能舞台はない声がね太いんですよ、しかもその何ですか、語り口調なので、うん、その語り口調でこう声を張っていない声を出せるっていう鍛錬っていうんですか、そうそうそう、鍛錬がして、ここに何か声帯に何か装置ができてる感じ、ね、装置がね、 ね、本当にあの、あ、人間国宝のこういうのっていうのは本当にすごいんだなって、生で見られる、生で見られた、目の前で、もう感動いたしました、この波動、波動が、ね、これ受けられるってすごいことですよ、はい、もう感動、なんかやっぱり品がね、うん、人間国宝って品がすごいんだなと思う、すごいですよ ね、あの教養そのものというか、そう教養そのものだし、うん、ね、あの目とかね、目とか見ててもね、すごいですよね、空気感とか、空気感、あの放っているオーラとか、素晴らしいなというものを感じましたけど、こういうものってやっぱりあの人間にしかない深み、そう人間にしかない深みだし、うん、そうさっきのね写真もそうだけど、うん、綺麗なんだけど深みがないんですよ、うん、ないんですよ ね年輪が感じられないんですよ、ね、感じられないし、なんかこう表面的なのよね、そうなんですよ、そこがまたね、うん、あの仕事ではデジタルでいいねっていうところもあれば、まあ、それもねいい時もあるし、うん、あれば逆にこう対人としてはなんか浅さがちょっともったいないっていうところもあるしっていう、なんか本当にそれは感じますね、うん、そう、その80年ぐらいのこう生きてきた年輪ね、うん、年輪、そのね、あの醸し出すそのアートモスフィアね、そうですね、これがねやっぱりね違いますよ ね、だから本当にこの20代30代前半の方々が本当にこう磨くスキルを磨く、うん、というところが今も本当にこう YouTube 先生が全て教えてくださるし、そうだね、YouTube 先生がね、でいろんなこう解説をしてくださっているので、うんうんうん、YouTube 先生がですね、いろんなことを、ね、知ることができますよね、うん、はい、そうするとその方の教養が入っていくんですよね、そうなのよ、うん、その方の教養、昔は本も選びなさいってよく言われてて、でなぜかというと作者の教養が入ってくるから、そう教養と、ね、波動が入ってきちゃうの、うん、波動が入ってくるからって、これが今 YouTube になってきているから、うんうんうん、だからやっぱり雑種というんですかね、うん、そうね、それで、うん、やっぱりその研鑽を積んでない方のお話っていうのを間違ってることとかも、うん、結構ある、ね、ありますから ねだからやっぱり人生録みたいな、うん、何かを解いてきた方々のお話って、うん、一つのものを極めた方のお話っていうのはやはりちょっと深みが深みが、うん、ありますし、そこに到達するまでの道のりというのはやはり皆さん同じ道のりを歩いてこられてるので、そうですね、たどり着く場所は一緒で、うんうん、あの道がちょっとこうツールが違うというか、違うところからね来てるけど、うん、やっぱりここの頂点というかね、うん、ここは同じですからね、うん、だからこの間あの直子先生と木澄先生、うんうん、いつもね、おなじみのね、お香のね、あの行動家の木澄先生のあの会で、うん、あの素晴らしいあの宮廷料理を ね召し上がる会が素晴らしかったですね、ねー、もうびっくりしました、味が全然違いましたね、違いましたね、うんうん、でやっぱりその宮廷料理をその今あの何ていうんですかね、今もなお提供し続けられているという霊華祭というお店でありましたけど、うん、銀座にあるね、銀座にある霊華祭でありましたけど、うん、でもやっぱりその時代さね、皇帝、うん、真のね皇帝のね、うん、あの、うん、ラストエンペラーがね、ラストエンペラーさんね、ね、溥儀さんのお話をされて、その溥儀さんに、すごく近い方の末裔の方がオーナーとしてやっているお店ということで、うん、本当にね、なんかまあ歴史が
すごい教養の塊の回でしたよね。教養の塊ですね。フカヒレなんかも本当に一本一本筋にしてね、うん、そうあのアルコールなんか使ってるような不純物は全部取り除くという ね、 そのすごく時間をかけて、ねうん、出てきましたけど、ね、そしてそこにマナーとして一口しか食べないとかね、そう一口しか食べないという、ね、そんなことできますかねとか思いながらねやってましたけど、ね、食べましたけど ね、 ねなんかこういう本当に本物の体験みたいなところにどれだけ身を寄せられるようになるか、うん、だからそのため の、 そのスキルとかそう、ねね、教養とか磨く、うん、道で磨いていくその道ですよね、道ですね道ですね、ね、道その自分の仕事の道で磨いていくっていうことをやっぱりその極める、うん極める、ねやっぱりねそれには時間がかかるんですよね、うん、かかりますよね時間がねすごくかかる、うん、かかるだから誰にも真似できない、うん、そのほどに、うん、誰でもできることを誰にも真似できないほどに極めていくっていうね研鑽していくっていうのが今後は差を生むんじゃないですかね生みますよね、うん、時代背景見ているとねいろんなものが、うん、あの変化はしていくと思うんだけれど、うん、変化しない大切なものがあるじゃないですか、うん、ありますね、 ねそれがこの一つは研鑽、うん、ですよね、うん、だからやっぱり伝統に触れるとか、うんまあ、私たちもこのライフプロファイリングというね、はい、あの教会を通して一流に触れましょうとか、うん、ね言い続けてきました。本当ですよやっぱりね、うん、一流に触れることによって波動がね伝わってくる波動が、はい、で私たち白ですから白ですから影響されちゃうからね、うん、そうなんですよもう本当気をつけないと、ね、いけないですよ ね、 ねだからそのいろんなファンタジーの世界の中でそういろんなファンタジーはありますよファンタジーの世界の中で、うん、その自分の道というものを、うん、やはりその惑わされることなく進むというね、うん、そういろんな、ね、ファンタジーはね、うん、認めますよね認めますそれはそれで素晴らしいと思うけど、うん、でも自分軸をぶらしちゃうとそうです ね、 ねやっぱり自分の道を見つける、うん、自分のその本当にまあ一つね最近の流行りの言葉で、うん、コンピテンシーを見つけるって ね、 ね素晴らしい言葉ですね、 素晴らしい言葉ですね、それをちょっと解説してください。コンピテンシー皆さん知らないと思う、はいね、私もあのこの言葉を今日初めて何度田中社長に教えてもらいましたけどこのコンピテンシーっていうのは自分の強みですよね、強みを知るっていうところ、ね、やっぱりそういったところを知って活用するっていうところが非常に大事なんだということを大切 ね、 ねあの船井会長がね、うん長所進展法っていつも知ってました。長所を伸ばす長所進展法コンピテンシー、あそういうことですよ ね、 ねそういうことですよね。自分の長所を伸ばしていかなかったら、うん、あのもう短所を直しても直してもダメなんですよね。そうなんですよ。短所はいいんです。短所、うん、そう短所は短所で認め る、 いい認める、潔く認める、潔く認める、そう潔く認める、ね、うん、そうそうそう大事だなって、ね、私思うんですけど、まあ、本当に後半はその自分の強みみたいなものについて、うん、少し今日はお話直子先生とできたら、直子先生いろんな、ね、インタビュアーとして、うん、いろんな方の強みを見てこられたんじゃないですか。そうです、あの強みを話すとその人は輝くんですよ、うん、なるほど。いきなり輝いても饒舌になるし、キラ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 で ね、 ね少年少女みたいになっちゃうわけ。もうそれが愛おしくてね、その話っていうのがもう本当に好きですね。ですよね、うん、やっぱりその年齢を重ねて、うん、まあ、特に50代60代70代がいかに少年少女になるかって言われてますよね。そうですよね、うん、その無垢の心でね、はい、私これが好きなのよって言ってる姿の、まあ、愛らしさ、うん、愛らしさ、愛おしさ愛おしさ、母性ですね、それは、まあ、母性、もうこれからはね、風の時代は母性の時代、ね、母性ですから ね、 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 ね、そうですよね。そういったものをね、ぜひ本当にこうスキルを磨く、そして自分の強みを知る、うんうん、まあ、その知り方であったり、うん、なんかこうとどまることなくというか、うん、なんかこうこだわらずに、こだわらずに、うん、何かにこだわらず、うん、こういうこともあるよ、あんなものもあるよってみたいなね。そうそうそう、みんないろんなものがあるんだからね、そこからやっぱり取捨選択、うん、自分に必要なものを取り入れていけばいいんですよね、っていくっていうこともね、なんか少しお話できたらいいなって後半は思ってます。いや楽しみです。いや素敵です。でさらに、うん、まあ、本当にこのスキルを磨いていくとか、うん、教養を磨くっていうところはやっぱり一流に触れるっていうことだと思うんで ね、 そうね、うん、ぜひそのいろんなね、あの道がありますから、うん、あのそのね、あのなんていうかな、自分のいる世界での一流に触れる機会っていうのを ね、 そうね、そうやっぱり一流に触れてないとね、うん、あと歴史ね、うん、
歴史、うん、歴史文化、ね、文化の教養 ね本当ですね、必要ですよ ね一つやっぱり一重にね、その教養と言っても、うん、もう多岐にわたりますからね。多岐にわたります、本当に ね、うんうんうん、そういったものをね、どんどんこう習得して、あの自分のものにしていくことで深みが出るでしょうね、うんうん、深みが出ますよ ね、まあ、これがね、うん、もう今からの時代なのかなというふうに、うん、ふうに思ってますけど、そうね、はい、はい、ということで、じゃあまずは CM の方をどうぞ。いや本当になんか楽しい時間ですね、はい、前半ね、まあ、これからの過ごし方ということで、まあ、強みを見つけようというところですね。強みを見つけたいで、うん、本当に見つけたいけどなかなか自分では分かんなかったりするんですよね。分からないですよね。直子先生はこういろんな方のインタビューされた中で印象的だった方っていらっしゃいますか？うんうん、そうですね、もう本当にいろんな方がいて ね、うん、急には言えないけれど、確かにね、もう初め違ったことでインタビューに行ったりするじゃないですか、うんうんうん、あのその経営理念とか難しい話、はい、でもたまにねこう話してる時に時計が素敵だったりするんですよ。あ、時計が、その時計素敵ですねとか言うと、うんうん、この時計はねこうなんだなんだって言ってね、もう本当に自分の時計のコレクションを話して、もうなんていうの、アイデンティティなんですね。アイデンティティで、もう本当にもういきなりこう少年のようにね嬉しそうになったりして、あ、この人は本当に時計が好きなんだなとか思ったりね、そういったこともありますし、本当に自分の好きなこと、自分の得意なこととかね話すと人間って変わってくるもんだなっていうのは、変わってきますよ ね。なんか自分と違う生き方してたりしますものね。そう、ね、自分が本当に、でなんかね、その人がこう話をしていて、うん、その人は大したことがないと思ってるんですよね。そうなんですよ。で、ね、私も、すごいじゃないですか、うん、そんなことができるんですか、うん、ちょっと、だってこんなの誰でもできるでしょ、いや誰もできませんよって言って、で、あ、私こんなことができるんだっていうことで、それでそこをこう伸ばしていってね、うん、いいあの展開になっていくっていう人もいらっしゃいますよね。ですよね。で、うん、それに飽きるって方もいるんですよね。飽きる、そう、もう自分ができてくるともう飽きちゃう、うん、飽きちゃう人もいる。やればいいのに、やればいいのにって、そうそうそう、でこうなんていうのかな、うん、ジプシーさんのようにね、次から次へと ね、そうもったいないって思う時もあります ね。やっぱ研いでいかないと到達しない道がありますからね。そうなのやっぱりこう一つ、いろんなものやってもいいんだけど、いいんです、いっぱいやっていい、ある程度の時に、うん、これだって決めたところをこうやっていかないと到達できないというのと、うん、これだっていう時はそのものが話してくれないってこともあります。そう、あの、そうなんですね。お仕事が選ぶんです、うん、選ばれちゃう。私はね、お仕事じゃないんだけど、うん、おのね、うん、おのもうね難しいし、あの大変だし、お金もかかるし時間もかかるし、もうやめたいって何度も何度もね、やめたりするんだけど引き戻されてくる、もう帰ってきちゃう、うん、帰ってきちゃう、でどうしてもやることになるんだけど、でも本当に今はやっていてよかったなと。もう仕事ではないんですけれど、でも先生ほら博士号持ってらっしゃるから一応ね博士号までいただきましたね、うん、先生博士号持ってらっしゃるから、ね、うん、あのこういう農学士の方たちともお話もできたりして、うん、本当に素晴らしい宝をいただいたなって思うんですが、これは私がやろうとかやりたいと思ったことはないんですよね。うん、逆にそういうものってやりたいわけじゃないですもんね。そうなんですよね。導かれてなんかね、あ、そうですね、うんうん、私もお能に関してはあの本当に直子先生のご縁がなければ、うん、多分
やることはなかったなというふうに思ってるんですけども、うんうん、私ね、うん、あのこの間あの先生が本を書いてらっしゃる一銭さん、はいはい、一銭さん、ね、一銭さん、はい、あの陽極姉妹の炎家の一銭さんが、はい、まあ、この番組もね出たことがありますけど、はいはい、のお話をねちょっとしていて、うんうん、で私ね、うん、川水編みの観世流じゃないですか。そうですね、私が今能楽を勉強させてもらってるのって観世流ですよね。はい、で一銭さん梅若なので、そうなの、観世流の中の梅若なんですね。梅若ですよね。はい、なのでどちらかというと公家系ですよね。ああちょっと違いますね。うん、あの優しいですよね。優しいですよね。公家系ですよね。うんうん、でかなり私が勉強してるけど武家だなってすごく思うんですよ。特にね、私たちは武家系ですよね。武家系ですよね。力強い。力強い。ですよね。うんうん、だから、あ、私すごく武家のなんかものに縁してしまうんだなっていうのを。わかります。あれ先生もそうじゃないですか。私もね武家系なんだから、あの木澄先生のね、うん、あの和歌を歌う会でね、うん、もう武家系ですよって言われちゃう。もっと公家的にね発声しなさいって言うのどうしてももう武家になっちゃう、ね、武家になっちゃいますよね。だからあなんか観世流ってすごくその、うん、いろんな宗派があると思うけれど、うんうんうん、私たちがやってるのは武家だな、力強いなって感じたり、なんかあのこの間瞑想法行った時も、なんかその戦国武将の話がやっぱ出てくるんですよ、うんうん、瞑想で戦国武将の話出ます？ねえ、ねえ、うん、なかなか出ないですよね。出ないですよね。だから、あ、私結局戦国武将みたいな生き方なんだな。そうよ、おさだし、おさだし。そういうね、うん、ツールの中でも、うん、そういう生き方をしなさいっていう性質だから、ね、結局やっぱそこに行き着くのかなとかですね、うんうんうん、なんかそういうのをやっぱり感じさせてもらってます。わかります、ね、え、私もね、あの能で八島っていうのをね、はい、丸狐が今日の修羅は敵、今日の修羅の敵は他祖ってこう言ったりするんだけど、うん、その時もう涙が出そうになるの、なんか、ね、やっぱりこう私も武士、武家なんでしょうね、武家が好きなのよね。素敵ですよ ね。だからまあ合うんですかね。合うんですよね。だから自分のルーツみたいなものが分かっていく、うんうんうん、要は研がしていくときに、研いでいくときに、私はそのプロファイリングという、うんうん、あのメソッドを使って、先生はやっぱりライターであったり、そうそうそう、ライターということで自分自身を見ていきましたね、うん、もちろんね、このプロファイリングのも、うん、この勉強もさせていただいて、もうすごくあのもう第一人者というかね、先生もすごい先生ですけど、でもやっぱりその中でこう私はこの道っていうところで、あの何度もねやっぱりやめようと思ったんです、うん、やめられたら困るわ。いや本当に、ね、本当にね、パワーストーンも、うん、あの私言いましたっけ、小学校の時に、うん、すっごい暗い話なんですけど、お砂場で水晶を見つけるのがすごい好きだったんですよ。お砂場に水晶があるんですか。すごいお砂場ですね。小さな水晶があって、うん、なんかお砂場で何してんのって言われて水晶を見つけて遊ぶのがすごい好きだったんですね。すごいですね。だから多分水晶好きなんですよ、もともと。ですね、ですね、うん、でなんかこう身につけるものもやっぱり結果的には水晶にたどり着いちゃうんですよ、うんうんうん、であなんかすごい水晶が好きだななんて思ってたんですけど、うんうん、でこれもやめようと思ってます、パワーストーンのお仕事も。いつ、最近、いやもうこれ6年ぐらい前ですね。ああ、そうです、近いですよね、うん、6年7年ぐらい前ですかね、もうやめよう、全部やめようって思ってた時期がやっぱりあって、これだけじゃないはず私にはみたいなね。なるほどなるほど、そう思いますよね、思っちゃうんですよ。なるほど。でその時に、まあ、たまたまちょっと税務署が入ってしまって、じゃあもうやめますみたいな、じゃあ多分ね怒っちゃったんでしょうね、何かがね、うんうんうん、自分の中でちょっと怒りが出たんでしょうね、もういいですもうやめますとか言った時に、その方が、担当官の方が、こんないいものなのになんでやめるんですかっておっしゃったんです。素晴らしい担当官ね。いや本当に私びっくりしちゃって、神の使いじゃない。いや本当そうかなって、ね、やっぱさすが沖縄と思ったんですけど、ねね、でその時に、あ、私、あ、このこんな見ず知らずのね人が私に言ってくるってことは、うんうん、あ、やれってことなんだって。そうで、やめようということをやめました。あ、なるほどね、うん、やめようって思うことをもう その日を限りにやめましたね、うんうん、だから一生やるんだっていうことに覚悟ができたわけね。もう覚悟が、でこのね、お能をね、うん、始めた時に、うん、先生にね、うん、あの最初の時に腹を作るって言われたんですよ、うん、腹を作る、腹を作るって、うん、で最初意味が分からなくて、あの丹田を作って、うん、丹
殿から声を出すっていうことを練習しているという意味だと思ったら、覚悟を決めるってことなんですね。あ、覚悟を決めるね、うん、覚悟をしなさいっていうことをメッセージされてたんだっていうことに、うんうんうん、なるほどね。別に覚悟決まってないわけじゃないんだけど、うんうんうん、足りないって話だったのかなって、ね、でもね、普通先生そこまで言いませんよ、うん、そうですか。そう、私未だに覚悟ないかもしれない、うん、いやいや先生はもう素晴らしいじゃないですか。そんなに、うん、あ、初めてね入った人に、うん、そんなことなかなか言いませんよ。あ、そうですか、すごいですね、やっぱ見込まれたのよ。いやいやいや、だから先生は神の使いなのかもしれないですけど、ね、あの先生もやっぱ超能力者というかね、うん、私今までいろんなね先生に今ついてきたり取材しましたけれど、うん、はい、やっぱりね、お能を極めてる方ってやっぱりこうつながってる、つながってますよね、うん、やっぱり一種の超能力者というかね、そういったものはあるなって感じます。そうなんでしょうね、うんうん、だからやっぱりその本当腹を作るっていうところでいろんなメッセージをやっぱりいただいて、で仕事が選ぶ、だから直子先生もライター辞められないじゃないですか、うん、そう、辞められないなんかもう辞めちゃおうかなって言ってると辞められない出来事が起きますよね。起きる、仕事がやってきちゃって、そう、で私本当に、うん、本当に辞めようと思った時にこのライフプロファイリングにあったんです、うん、そうですよね。でゆりえ先生にまたね、私のこう能力を認めていただいて、こんなに美しい人生が花開いたの。いや、もう嬉しいです。本当に足を向けてもらいます。いやいやいや、それも全然、うん、だけどやっぱりその仕事に選んでもらったそうっていうのは ね、ありがたいことでございますよね。やっぱりね、あの先祖を見ていくと、うん、先祖も書きたかった人がいっぱいいたの。あ、そうですか。やっぱルーツが、ルーツが書きたかった人、あと書いて本を出した人もいたし、やっぱりそういう人たちの応援があってやめちゃいけないよって言われたの。やはりそうですよ ね。だからやっぱりこのルーツ、ルーツ研いでいくと、うん、ルーツに出会う出来事が起きますよね。起きます ね、 ね、こういうことやってたんじゃないか。 うちの主人は宇宙人なんで。あ、ですよね、素晴らしい宇宙人宇宙人だから、どこの星から来たかしら、ね、どこから来たかしらなんですけど、ね、もうよく飛行機乗っては、ね、宇宙船がいますけどね、 UFO が。もう最近はもうね、 UFO が当たり前になってますからね。当たり前になってるしね、うん、公開されちゃったから、ね、もう文献も全部出ちゃったし、ナポレオン時代からのが出ちゃったんで、ね、ナポレオンから出てるっていうのね、ナポレオンが書き記してたんですからね。すごいですよ ね、 ねえ、お船から見てたわけですから、うん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 、すごいですよね、公開日誌にあったという ね、 ねえ、うん、だからそれぐらいやっぱ宇宙船はやってきてるわけなんですけど、だからもう宇宙からやってきた人なんで、うん、あれですけどね。だけどやっぱりそのルーツみたいなものがあるから、うんうん、まあ、数字のメソッドが作れちゃうのかなと思います。そうですよね、うん、あの数字のメソッドは、うん、まあ、天才というか、まあ宇宙人じゃなきゃできない。できないですよね、解析ができないなって、うん、思うんで、ね、近代から、うん、近未来からやってきちゃったのかなって私は逆に思っていて、ね、ドラえもん式なんじゃないかと。そうね、時空を超えてらっしゃいますよねって私はもうね、彼の時代がやってきたと本当です ね、 ね、思ってますけど、ね、で今日もねゲストがいないから、よかったらどうって言ったね、うんうんうん、でもうね誰でも出れるんだから、なんかいつも日常的に言ってるくせに、うん、まだね心構えができてない、なんて謙虚なの。とか言って、本当で私もね、そう思ったんですよね、うん、もしかしたら。でも、うん、やっぱり秘密に隠されてる方だから、ね、あんまり公に出ちゃいけないのかなと。そうなのかななんて私も。だから彼なんかは逆に表に出る機会みたいなお声をいただいても、うん、やっぱ流れちゃうんですよ。あの出させてくれない、うん、そう、宇宙がね、うん、あのやっぱりあんまり出すぎると良くない人なんでしょうね、うん、だからこうクローズ そのプロファイリングという世界の中で、うん、もう本当になんていうんですかね、柱となる人なんでしょうからね。本物はなかなか出ないですよ。やはりそうなんですね、そういうことなんでしょう ね、だからすごくやっぱ思いました。だから、あ、こういう人もいるんだなというねところですけど、ね、本当ですよね、うん、でも本当にあの総帥様がいてくださらなかったら ね、私たちはこの恩恵に預かれなかったし、預けなかったですけど、ちょっとシートの共有ってできますか、ね、今シートの共有していただきたい。もうね、そろそろ時間もあれですけど、ね、これですよ ね、最近これ最新で開発された、ね、人材育成プロファイリング、はい、人材育成プロファイリングですけれども、ね、このね活用法っていうのは要はコンピテンシーを見つけようっていうところ、コンピテンシー ね、覚えなくちゃ、覚えなくちゃ。私もこの言葉をね、はい、最近もうすり込まれるように言われてますけど、よし、私も毎日10回言います ね
コンピテンシーを見つけようってことで、うん、ここにねコンピテンシーが載ってるわけですよ。それは素晴らしいわ、ね、これ2ページ目にちょっと言っていただいて、ね、この、うん、プロファイリングの中に、うんうん、あのパーソナルとかビジネスパーソナルっていうものがあって、はい、このパーソナルタイプっていうね、はい、ところが9種類ありますよ。9種類で、はい、でこれね長所と短所って書いてあるわけじゃないですか、でこの長所と短所をまあ、潔く受け入れてくださいってことなんですよね。だから先生とかだと知ですよね、知です。だからスペシャリストエキスパートやっぱりそうですよね、まあ、そうですね、ね、好きだわ、好きですよね、うんうんうん、で、まあ、やっぱ開発力企画力っていうところですよね。で凝り性、凝り性ねえ、先生が本を書き出すと大変な、ね、もうダメよ、人が近寄ってくれないで完璧を求めますから、うん、本当よ、完璧主義で共感のルビとかすごい気にしますよねなんかね本のこのルビーがここにないと気持ち悪いんでしょ。そうありますわ ね、ルビーって何かっていうとこうあの漢字の横に書いてある振り仮名のことですけど、ね、うんうんうん、あれがあるとないとかって気になるっておっしゃいますよね。細かいとこに ね、だからやっぱ細かい繊細な動き、この、うん、この文字の下の揃ってるかどうかとか気になるんですよね。気になります、気になります ね、そうそう、もうこれは知の時代 ね、昔の時代のあれだったんでしょうけどね、ですよね、はい、だからこういったところもねやはりこの、うん、何でしょうかね、出てるわけですね。出てますね、うん、だから おおらかになるってこともね、うん、あのすごく大事なのかな。そうだから終わったらすぐ捨て去って、そう、もうすぐ捨て去って新しいものを作るっていうのが知の生き方ですよね。そうなんですよ、ね、本当にそう、もうすぐに捨て去って次の恋人にですよね、次の恋人に行くっていうね、これがもう知の方の特徴ですよ ね、だからそこにとどまり続けるとうまくいかないですね。ダメ、ね、うん、腐っちゃうですよ ね、次の作品、次の作品というか、こういったものが分かったりとかですね、うんうんうん、でそれから次の、ページからすると、これは深層心理のとこですかね。深層心理ね、はい、これ深層心理っていうのはもう幼少期から持っているもので、うん、魂の、はい、癖です、習慣、うん、魂の習慣みたいなもの忘れるんですよ。忘れます。でもね、自分でコンプレックスに感じてたところもありましたわ、うん、先生は縁ですものね、情熱を注ぐですもの、ね、情熱注いでますね。注いでたわ、ねね、今も注いでますし、作品にね全力投球です全力投球、ね、でも感情が激しいから ね、みんなあんまり、あの、私の感情が激しいって知らないみたいだけど、知らないです、はい、うん、私は知ってますでも素敵です、そこがまた素敵ですけど、ね、私なんかは勘なので、勘、喜びに見せ、羨ましい、一番羨ましいですよ。いやもうね、あのすごい、だから悩んでることに気がつけない、ね、いいじゃない、びっくりしました、落ち込んでたんだ私あ知らなかったってね、でもいいな、そういう人生、残念でしたよ、気がついた時にもっと早く落ち込んでるって気がつけば克服できたのにっていうねとこだったりとか ね、うん、でまあこういったねルーズになるっていう性格もあるので、ついついねもう本当にベッドと友達になる日っていうのがありますね。そうか、落ち込みがないから ね、まあ、そういったのが分かったりとかですね、うん、もう1ページぐらいいきましょうか ね、じゃあね、あこれもうちょっと進めてもらって、次はもうちょっと進めてもらおうかな、う、ね、あこの辺がいいかな、そう、ね、これいいわね、うんうん、これがもうねアクティビティレベルって言ってね、30万ぐらいから、ね、この方は案外低めですね、低い6900万なんで低いんですけど、ね、うんうん、だいたい、高いところで、28億とかね、30億とかありますよね。そうそう、奥山社長とかね、そうですよね、すごい方は、うん、実業家の方は高いですね、ですよね、このアクティブなエネルギー持ってる、自分のエネルギー値っていうのが分かるっていうね、これはすごいわ、ね、だから逆にこのアクティビティこの方低いですけど、ね、うんうん、低い方がこう精力的に外に出回って、うん、アクティブに動くっていうのは実は向いてなくて、うんうんうん、内的作業が非常に、そうですね、コツコツやっていったり、うんうんうん、まあ、そのクリエイティブな仕事だったり、むしろ例えば情報収集だったり、まあ、そういったようなところから、うん、あの作戦を立てて物事を進めていくっていうね。そうよ ね、私もね1億3000万ぐらいで高くないんだけど、うん、今まで気合でね、あもうしょっちゅう動いてたら本当に疲れたんですけど、うん、疲れますよね、見て、あ
そうなんだって分かりましたですよね、まあ、こういったものが、はい、シートの共有大丈夫です、はい、ありがとうございます、はいはい、まあ、こういったものが、ね、分かるこ、ね、本当にコンピテンシーということで、ね、コンピテンシーで分かったら本当に気が楽になって、ね、楽になりますね。自分が怠け者だから動けないのかと思ってたの。あ、まあ、ね、そうですか。そしたら低いからなんだと思ったらなんだと、ね、ね、うん、そうなんです、うんうんうん、私はあんまり動き回るのが得意じゃなくて、アポイントが3件あるだけでとっと疲れるっていう、ね、私もでも昔はそういうやつそうですよね、うん、やんなきゃいけないと、ね、だからまあこういったことがね、あの分かるというね、シートの開発をやってますけれども、助けになりますこれ、ね、ぜひね、うん、この時代、多分今からこの時代が来たと、この時代が来ました、まさに、うん、思います。ね、風の時代とともに、風とともに運ばれてきました ね、ぜひぜひね、はい、皆さんもこれ講座とか準備してますので、うん、ぜひ講座で勉強していただいても、一緒に一回必ず ね出した方がいいと思います、ね、もうこれ今スキル強要の一つになってきているなというふうに感じてますので、うんうん、はい、ぜひ皆さんもこれを取り入れて、自分の人生コンピテンシー見つけていきましょう、ね、見つけていきましょう、はい、ということで今日はゆりえのハッピー人生でした、はい、また来月、また来月よろしくお願いします。